こんばんは、課金屋クラウド先生プレイナイスビーです。ということで、今回はタイムスリップ第1弾高津投手をね、解説していこうと思います。まず能力、デフォルトでね、球威制球、A 同値、めちゃめちゃ強い。もうね、これだけでリーグ絶対もう必須です。必須。マジで。欲しい。で、スタミナ55なんですけど、まあ抑えなんでスタミナぶっちゃけ関係ないです。で、球種が一応シンカーと高速シンカー。まあ、ロッテの石川投手のシンカー西持ちよりは、ちょっとなんかリアタイ打たれやすいよみたいな情報も聞くんですけど、まあ、とりあえず強いです。はい。めちゃめちゃ強いです。で、特殊能力、キレ、打たれ強さ、存在感。やっぱ、まあ、進化持ってるんで、キレついてるのはね、普通にかなと思います。で、能力、前回の登場が2021年のね、タイムスリップなんですけど、まあ、能力、吸収、特殊能力、変更点全くありません。スピリッツがね、上がっただけなんで、まあ、そのままね、スピ返してもいいし、継承してもいいし、まあ、スピリッツだけですね、変わったところは。はい。あとコストかな、コストも変わってますね。はい。なんで、まあ他の選手見ていく中でのちょっと見ていきますか。他の選手見ていきます。まあサクッと目は通したんですけど、やっぱデフォルトでこの球威制球同値、このまあミートパワーだとかその辺も考えると全然取りっていいと思います。ただ僕は無課金なんでこのガチはね引かないんですけど、まあいつも通りね、イベント、ネット、スタジアムやって、累計で出たら嬉しい。出なかったら悲しい。それだけ。無課金は、マジでガチャは引かない方がいいと思います。ランキングも今回はちょっと走らないです。今回はっていうかずっと走ってないわ。うん、走らないです。そして、報酬ね、報酬。ランダムが1枚。で、ランダム2枚か。ランダム2枚。で、選択が2枚。で、S ランク。だから、選択で、まあ、2枚高津さん取るじゃん。で、S 出るとするじゃん。で、今ここにレベル60、2人いるんで、まあ、幻突コーチ使ってでも極みにはしたいですね。今、抑えが、リーグのね、抑えがマクガフ投手なんですけど、スピカイをね、し続けなきゃいけないっていうのと、あとは、やっぱ、球威制球同値っていうのがリーグ的には強いかなと思います。ワンチャンマクガフ投手もな、来年あたりタイムスリップ出るのかな。でも、ちょっとまあ、それも期待はしてるんですけど、まあ、リアタイ的には、ツーシームスプリット、タイピン地持ちのマクガフ投手をね、変わらず使っていく予定ではあるんですけど、まあ、取れたらね、もちろん極みにするし、取れなかったら残念っていう。はい。ということで、ワンチャン今日覚醒来ると思ったんだけどね、去年覚醒来てたのはいつ頃ですか、内山選手。TS より前だよね。なんで、そろそろ覚醒若手来るのかなと思ったんだけど、ちょっと来なかったんで、まあ、またね、覚醒も待ちたいと思います。ぜひぜひ皆さん、覚醒若手予想を書いてください。僕の予想はね、S ランク出てない選手だと、まあ、丸山選手、あと竹岡選手、赤羽選手かな。もちろん、投手だと誰かな、まあ、投手だと、大西投手とか、あとは星投手。星投手、ちょっと前に出てたよね。ちょっと前っていうか、すごい昔出てたよね。S ランク覚醒か何かで。ちょっと見ていいですか？いつか出てたよね。いた。星投手、ちょっとまた出てほしいです。球種がどうなってるかわかんないんですけど、ちょっとまたね、出てほしいなって思います。ぜひ皆さんの覚醒予想とか、今後のタイムスリップね、誰出るかなとか、あとね、まだヤクルト、エキサイティングもね、発表されてないんで、ぜひぜひ皆さん、予想を書いてください。お願いします。ということで、他のね、解説動画とか、これからもね、無課金純正の方とか、ヤクルト純正やってる方に向けて、ね、どんどん動画出していくので、ぜひチェックしてください。ということで、またお会いしましょう。さよなら。